今までは、まあ、入社して一番最初は、まあ、工学部出身だったんでエンジニアで入りました。まあ、あの製品の,あの設計とかあの開発をやっていてそこからその中でも何て言うんですかね製品の標準化とかに関わるようになって、うんえー、利益とかね そういうものに興味を持って、あの生産技術の方に、まあ、移っていくっていうような形で、まあ、生産技術と関わるような仕事をしながら、えっと、完全に生産技術に身を移すっていうような形で、まあそ、そこまでで大体仕事始めてから10年ぐらいまでは、まあ、そういったキャリアですね。その後は、えっと、同じ製品とか、まあ、もう少し広がりを持って、 えーまあ、類似した製品群ですね、類似した製品群の、えーはい、調達関係ですね、実際に調達をやっていて、<ー>えーまあ、それは自社で、えー、と作ることができるものっていうのは自社で作るんですけど、外から買ってこないといけないものとか、はい、新しくこう製品がまあ一新されるようなタイミングで、はいえと、共通設計が変わるようなタイミングで、あの外から買うもので買いにくいものとか、 えっと今までのこうお付き合いあるとこだとなかなか作れないようなものとかがあってそういうものをこうこう一手に、まあ、あの作れるところを開拓するっていうようなことをやりましたね。うん。それが何年ぐらいですかそれがまあ2年間だけですね。なるほどなるほど。ほどああそこから で、そういった仕事をやってる間に、あの、まあ、自分で家庭 MBA を取って、まあ、学位も取ってたので、MBA って言っても、まあ、テクノロジーマネジメントですかね。テクノロジーマネジメント領域。はい、働きながら取れたんですか働きながら取りました。なるほど、なるほど。で、えっ、ー、と、そこからは、あの、そのテクノロジーマネジメントの知識とかを生かして、えっ、ー、と、研究開発のプロセスですね。はい。 あの研究開発そのものではなくて研究開発のプロセスを <laughs> あの作るみたいなこあのそこから5年間ぐらいですかね、えー、えっと4年半ですか、ね、4年半ぐらいあのあ<れ>やりました。<は>その時にものづくりはも、ま、の、あ、作っていく。 っていうまあ、人を作っていかないといけないということで、うん、えと人作りのところということで、社内のこう育成の仕事で、まあ、人事にまあ足を突っ込むという感じで仕事を、まあ、兼務でね、両方やっていて、またまあいろんなきっかけがあって、そういった仕事が一段落した後に、あのもう一回2年間だけあの購買の仕事をやって、でその後まあ人事というような。うん 形ですね購買とそれっていうのはなんかこう後から聞けばすごくうまくこうなんかキャリアがステップアップしてるというか綺麗なキャリアパスに見えるんですけどこう自分で希望してそうなっていったっていうよりは偶然そうなったところもあったり自分で希望したりいろいろなんですかこれ混ざってるんですか えと最初のまあ技術から生産技術調達っていうのは、はい、結構あの希望して行ってましたね。あ<ー>そのまあ3つの部署はあの入社した時から一緒に仕事を私がやってたんで将来そっちに行って仕事やりたいですみたいなことを言って行て。なるほど、なるほど。まあ、つながりもいいですもんね。そうですね。うん。つまあ、隣の工程というか。そうですね。そういう。 まあ外から見てやってみたいなって、あっちの仕事も面白そうだなと思って、将来やってみたい、はい、幅広げてみたいなっていうところでね。じゃあ、その開発のプロセスを開発するっていう、はいはい、それはなんか、それはあの、その前の仕事とかで、まあ、一緒にやってた人たちが、まあ、誘ってくれて、あ<ー>こういうことをあの取り組みを始めようとしてるんだけど、一緒に。 どうですかっていう形で、あのぜひ挑戦してみたいっていう形で、ね。へえ、そうなんだ。え、そっからのまた人材育成だなって言って、人事に肩を突っ込み出してっていうのはやっぱり流れですかそこは流れですね。あの、必要<れ>性みたいなものを感じて、うん、えっと、じゃあそういうあの育成プランを人事と一緒に立てようって言って、はい、えと人事と一緒にあのやる で、えっ、ー、と、一緒にやるんだったら、もう、あの、兼務で、まあ、人事の肩書きを持って、っていうような形ですかね。うん、うん。でも、そこから人事に、どっぷり入っていく前に、一回、公場に戻ってるのはそれはな、ななん、なんなんですか。えっと。